今の入りのタイミング良かったですよ。本当？よかった。練習した甲斐があったよ。みんな、お疲れ様。千里ちゃん。珍しいね。千里ちゃんがここに来るなんて。今日はみんなにいい知らせがあってきたの。これを見て。フレッシュアイドルフェスティバル、ボリューム8？これ確かデビュー1年以内の人たちしか出られないイベントだよね。このイベントをきっかけに有名になる子たちが多いから、アイドル業界では注目されてるイベントだよ。へえ、さすが詳しいね。で、これがどうしたの？次のこのライブに私たちが出ることになったの。私たちが？本当に？ええ、本当よ。さっきスタッフさんに教えてもらったの。はあ、またパステルパレットとしてみんなでステージ立てるんですね。きっとみんなの努力の成果だね。頑張って練習続けてよかったな。先生たちも私たちの演奏上達したって言ってくれてたし、やっぱり努力すれば。本当にその自主練や努力の成果としてライブが決まったと思っているの？え？確かにあなたたちが短期間で上達したことは先生たちも褒めていたわね。それは自主練の成果なのかもしれない。でもあなたが今までしてきたことは研究生時代と何が違うの？それは。研究生時代と同じことをしているのに、どうして今回は突然ライブが決まったのかしら。ライブが努力の賜物なのだとしたら、あなたは研究生なんてとっくに卒業していたはずよね。でもそれじゃあ努力しなかったら何を。努力は結構、夢を見るのも結構だけど、努力が必ず夢を叶えてくれるわけじゃないのよ。千里さん。私、努力していれば夢は叶うって思ってたけど、ちょっと思い違いだったのかな。なんか私バカみたいだね。ごめんね。他の仕事があるから行くわね。ライブ頑張りましょう。あやちゃん大丈夫？努力は悪いことなんですか？頑張って夢を見たらダメなんですか？今までした努力は無駄じゃないですよね。あやさん一生懸命やってました。それは無駄じゃないですよね。わかんない。私にはわかんないよ。あやさん、夢ってどうしたら叶うものなんだろうね。